この度、トミックスから、455-475K が、リニューアル発売されました。今回も、北陸本線を走った、急行、立山の編成を、組むために、各品を揃えました。それでは、今回の製品を、詳しく見ていきましょう。今回の製品では、先頭車に大きく変更が、入り、特に、カプラーをはじめとしたスカート周りの、構造が、大きく変わっています。1月に発売された153K と、同様、ジェンパケーブルや線受けが、別パーツとなり、より実感的になりました。付属パーツを取り付けた状態で、旧製品と並べてみます。こう見ると、だいぶ進化したのがわかります。ヘッドライトは、HO ゲージで採用されている、KM ヘッドのように、消灯状態でも白く、見えるようになっています。スカートの裏側にある、空気配管も表現されています。素晴らしいですね。なおジェンパケーブルですが、説明書では3本取り付けるように、指示がなされていますが、北陸の475K では、翼足ブレーキを持たない471、473K との兼ね合いで、翼足ブレーキ回路のケーブルを取り外していたので、実車同様に2本だけ付けています。トイレ窓は、裏側から白く塗られて、白色ガラスを表現しており、その上にある周期抜き窓には、H ゴムの表現が入りました。付属の車番転写シートです。今回から、所属表記が加わりました。仙台、金沢、南福岡、大分、鹿児島の各車両基地が、用意されています。それでは、各形式を見ていきましょう。まずは、奇数向き制御電動車の、クモハ455-475です。対応している周波数で、形式が分かれており、東日本向け 50Hz 用が、455型、西日本向け 60Hz 用が、475型です。プロポーションがいいのは、先ほどお伝えした通りです。屋根上には、AU13 型分散冷房が、5基、乗っています。この後詳しく解説しますが、非冷房から冷房改造された車両が、モデルになっています。続いて、クモハとユニットを組む、パンタ付き電動車の、モハ454型、474型です。旧製品とはモデルタイプが、変わっており、屋根上の通風機配置が、3個千鳥配置になっています。非冷房から冷房改造された車両ですね。ただし、パンタは木のファンデリア通風口が、6列になっているので、非冷房車の中でも、後期に製造されたタイプが、モデルです。455K では9番から37番、475K では36番から48番が、該当します。続いて、偶数向き制御車の、クハ455型です。クハをはじめとする付随車は、周波数が関係ないので、すべて455型です。屋根上には、AU13 型分散冷房が、5基、乗っています。これまでと同様、非冷房から冷房改造された車両が、モデルとなり、1番から61番が、該当します。グリーン車の、サロ455型です。緑色の帯が、格式が高い車両であることを表しています。改装用の、簡易運転台もしっかり表現されています。屋根上には、AU12S 型冷房が、6基、乗っています。製造当初から冷房車である、標準的なスタイルで、1番から41番が、該当します。立食カウンターと、普通座席の合造車である、サハシ455型です。この車両で、カレーやサンドイッチ、蕎麦などを食べた思い出がある方も、多いと思われます。しかし急行列車のビュッフェは、1970年代に、入ったあたりから縮小傾向になっています。理由は、相次ぐ新幹線の延伸や、特急列車網の拡大によるもので、それらの食堂車で働く、
スタッフさんを確保するために、急行列車のビュッフェが、営業休止になっていきました。北陸の電車急行でも、1975年の時点で、佐橋を連結していながらも、ビュッフェを営業している列車はありませんでした。最後に、中間付随車の、サハ455型です。1972年の、ダイヤ改正で、急行の特急格上げで、余った急行型電車を、北陸3都市を結ぶ快速列車へ、転用する際に、不足する区派を捻出する目的で、製造され、8両すべてが金沢へ配属されました。東北や九州では見ることのできなかった車両で、この系列としてはレアな車両と、言えます。硬直流急行型としては、最後に製造されたので、製造当初から冷房を、乗せている、新生冷房車となっています。デッキ上の通風機がないのが、特徴です。皮肉なことに、形を変えて、今も2両が現役ですね。さて、今回購入した電動車ユニット3組ですが、全部非冷房冷会社では面白くないので、手を加えることにします。3組のうち、1組を AU13 予定冷房準備車に変えます。そこで用意するのが、これです。前回品から外した AU13 予定冷房準備車の屋根パーツです。まさか、役に立つ時が来るとはね。はい、できました。455、475系としては、最後に製造された AU13 予定冷房準備車です。455系では43番から51番、475系では52番と、53番が該当するタイプです。この車両には、53番ユニットになってもらうことにします。これで編成に変化ができ、見た目にも楽しくなりましたが。これ、どうしましょう？前回品で、一組だけ AU13 予定冷房準備車で、残していたユニットです。このまま残していてもいいんですが、それも面白くないので、これを用意しました。はい、AU12S 予定冷房準備車の、屋根パーツです。このユニットには、AU12S で冷房改造されたグループになってもらうことにします。はい、完成。AU12S 型冷房を、6機搭載した車両ができました。455系では38番から42番、475系では49番から51番、区派では62番から64番が、該当しています。このユニットには51番になってもらうことにします。快速のヘッドマークもつけて、これで用途ごとに楽しめるようになりました。それでは走行シーンへと参りましょう。大阪発、富山駅、急行、立山1号を、モチーフにして、出発進行です。